習志野市長の宮本泰介です。現在5月6日水曜日午後2時ごろです。昨日食べよう習志野のお知らせをいたしましたが、昨日子どもの日は端午の節句でもありまして、地元の和菓子屋さんではたくさんの柏餅が売れたそうです。また動画を見た方から早速情報をいただきまして、大久保商店街では独自に京成大久保イーツと題してデリバリーに関するキャンペーンを展開しているとのことです。チラシを入手いたしましたのでお見せいたします。大久保商店街を食べて応援してくださいということで、そして、これらのここに書いてあるお店のそれぞれのメニューがすべて一つ1,000円、これは送料込みだそうです。で、他のお店もここに載っていないお店も参加の表明がいろいろあるようです。で、お問い合わせの番号が書いてありまして、大久保商店街 .com で、こちらが QR コードです。 QR コード昨日試してみましたけどすぐに読み込んでくれましたので、ぜひカメラをかざして読み取ってください。裏面にはファックスの電話番号が書いてありまして、このチラシをそのまんまファックスで流すこともできるようになっています。こちらが電話番号です。今いろいろな形でそれぞれの商店街や地元のお店が努力していろいろな活動を展開しています。ぜひ皆さんで応援しましょう。はじめに市内在住の感染者の発表についてです。千葉県から昨晩の発表はありませんでした。そして昨晩は千葉県全体でも1例しか発表がありませんでした。確実に減ってきています。なお習志野市内では昨日までに16例が確認されております。引き続き規則正しい睡眠、食事、休養をとってストレスをためずに鼻と口をマスクする、そしてこまめに手を洗うことを習慣にしてください。続きまして大地震への備えについてお伝えいたします。一昨晩そして今朝というか深夜ですね、あの嫌な警告音とともにやや大きな地震がありました。震源は2日続けて千葉県の直下でありまして、習志野市の震度は一昨日が震度2、今回昨日が震度3でした。2晩連続の地震となりましたが、今回の地震では防災行政無線から緊急地震速報が放送されました。実はこれ J アラートと呼ばれている全国瞬時警報システムが予測した最大震度が5弱であったために自動的に始動したものです。最近2回連続で滅多にならないあの警報音が鳴ったわけなんですけども、決して精度が下がっているわけではなくて、今言ったように予測は震度5弱であったということです。たまたまこの程度で済んだというふうに理解してください。どうか絶対に油断しないでください。そして警報音を切らないで、オンにしたままにしてください。滅多に流れるものではありません。油断しないでください。また現在の情勢下において地震などによりまして避難所に避難することになったらどうするのかというご不安、ご質問をいただいております。ご案内の通り避難所の多くが学校の体育館ですので、多くの方が集まった場合はいわゆる3密状態となります。避難者一人一人の距離を十分にとって運営されることとなりますが、このため皆様へのお願いにつきましては在宅で避難をするということを心がけていただきたいということです。この期間は特に避難所に行かなくても良い状態を維持してくださいというお願いです。すなわち自宅に住めない状態にならないようにすること。例えば家具が倒れて窓ガラスが割れてしまったり、壁などが損傷しないように家具を固定したり、あるいは水道が使えなくなることを想定してお風呂の水はなるべく抜かないでそのまま維持をする
などです。これらは防災の備えなどで常に周知している内容なんですけども、今一度点検してみてください。でなお今マスクと消毒液、アルコールなどが極端に不足しております。で実は防災の備蓄品の一部も医療あるいは社会福祉施設に提供している状態でありまして、不足しがちになっております。ですので避難所に移動する際は必ず自分のマスク、消毒液を持って移動していただくようお願いします。なお習志野市といたしましても避難所の感染予防対策はもちろん、密集状態を軽減するために避難所内のレイアウトの変更や学校の教室を使う、あるいは公民館等の補助避難所を早く開設するなどの対策を感染症対策本部とともに検討しております。ぜひ皆様のご理解ご協力をお願いいたします。本日のお知らせは以上となります。この動画は毎日発信しております。ぜひ広めてください。なお字幕が出る設定にもできますが、コンピューターが自動作成しておりますので、漢字表現が異なる場合がありますがご了承ください。今日が大型連休の最終日です。この連休の過ごし方についてご協力いただきまして誠にありがとうございました。本来であれば今日が当初の緊急事態宣言の最終日でしたが、ご案内のように月末まで延長となりました。この動画も延長となります。悔しい思いもありますが、一方で感染者は確実に少なくなっております。努力の成果が目に見えてきております。ただし今の成果は約2週間前の行動の成果です。この傾向がもうしばらく続くこと、そしてみんなが感染拡大予防の高い意識を持てるようになれば、必ず早く元の生活に戻れます。今はできる限り人と接触しない、できる限り鼻と口をマスクする、できる限りマスクができないときには話をしない、できる限りこまめに手を洗う、そしてできる限りこれらを習慣にしてください。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、実行しましょう。